はいこんにちはレトスのおのです6月12日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます試験4ヶ月前となると2時間3時間ぶっ通しで思いっきり勉強とにかく勉強という方も多いですただこの2時間3時間集中できていますでしょうか研究結果は調べてみたんですけれども ちょっと信用性が高い結果っていうものが、えー、見つからなかったんですね。なので、何とも言えないんですけども、私自身の,あの感覚で言うと、30分から1時間ぐらいしか集中できないです。まあ、これ人によって違うと思うので、集中が切れたらすぐに休憩を挟むといったことをやるのがいいんじゃないのかなと思います。私自身もそのようにやってました。えー、集中できずに勉強したとしても、それ頭に入っていかないんですね。 なので、その分時間がもったいないんですよ。だから休憩して、で、すっきり頭がすっきりしたら、また勉強を開始するといった方法の方がいいと思います。で、その時も注意点がありますで。それは何かというと、休憩する際に必ず休憩時間を設定するということです。これやらないと、もうずっと休憩し続けて、だら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 勉強に戻れないということになりますので、その点だけは注意しましょう。私自身はもうタイマー使ってました。 タイマー使って20分って決めたら20分だけ例えば仮眠取るとかシャワー浴びるとかやってその20分が過ぎたらもうタイマー鳴るようにしてるのでもうすぐに勉強を開始するというふうにやってましたぜひ参考にしてみてくださいそれでは本日の3問に入ります相続による所有権移転登記を申請する場合には申請情報と合わせて非相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない 丸かかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えは×ですねまず登記識別情報って知っていますでしょうかえ登記義務者を確認するための、ま、紙なんですね昔は権利証と呼ばれていましたでこのま登記義務者って、ま、これ誰なのかっていう話になるんですけどもこれもちょっと説明していると長くなりますのでえちょっと今回、えー 省略させていただきます。あの、個別指導の自己んでわからない方は質問していただければ解説させていただきます。え、売買だった場合、売り主が登記識別情報の紙を持ってるんですね。で、それを登記所に提出します。で、売買のように、登記を売り主と買い主共同で行う場合っていうのは、この登記識別情報が必要なんですね。でも、相続の場合っていうのは不要なんですよ。 だから、今回の問題、非相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。まあ、これ提出しなければならないっていうことなんですけども、これは罰だということですね。じゃあ、なぜ相続の場合は登記識別情報が不要なのか。これをちょっと考えてみましょう。なぜならですね、登記義務者である非相続人、まあ、この方死亡した方ですよね。この方は死亡しているので、登記識別情報をどこに保存しているかわからないんですよね。 だから、相続の場合っていうのは、当期識別情報が不要となっております。まあ、このように理解すると、どんどん頭に入ってくると思います。また、忘れにくくなるんですよね。まあ、今回は、えー、理由をね、解説させていただいたんですけども、市販の解説書だったりとか、あと、過去問の解説とかですよね、には、ここまで載っていないと思うんですよ。 なので、弊社レトスの短期講座の受講者さん以外の方っていうのはもうどんどん調べていきましょう。このメルマガだけでは量としては少ないんですね。1日3本しか勉強できないので全然少ないんですよ。また、このメルマガっていうのはあくまでも理解学習の第一歩なんですよね。で、重要な部分まではお伝えしていません。なので、調べるのが面倒という方は、ぜひ短期講座ご利用ください。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。それでは問いにです。 宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合、A が契約行為等を行わない案内所に置かなければならない青年者である専人の取引士の数は1名以上でなければならない、丸か×かという問題です。え答えはこれ、×ですね。案内所で専人の取引士を置かなければならないのは、案内所で申し込みを受けたり契約したりする場合だけなんですね。で、今回は、 契約行為等を行わない案内所なので、専任の取引士、まあ、取引士でも、タ建ケンですね、は必要ないんですよ。1名も置く必要ないんですね。だから1名以上置かなければならないというのは誤りだということです。 で試験の作成者というのはこの辺りを狙ってくるんですね。なので短期講座の受講者様については案内所等の考え方、これ別途ですね、えー、合わせてお送りさせていただきます。受講者専用のメルマガでお送りさせていただきますので、その点ご確認いただければと思います。案内所については本当得点源なので、引っ掛け問題であっても、何であっても絶対得点しましょう。では、戸井さんです。工業専用地域内で 巡査発出所を建築することができる、丸かばつかという問題です。え答えは、これ、丸ですねえ。巡査発出所っていうのは交番のことです。え交番っていうのはすべての用途地域内で建築可能です。なので、工業専用地域であったとしてもえ交番、建築することができます。なので、今回の問題は正しいということになります。 でこの辺っていうのは関連ポイントも一緒に勉強できると非常に効率的なんで短期集中実力アップ講座ではこの関連ポイントについても合わせてお伝えしておりますそして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください他の通信講座や予備校と何が違うのかどうして短期間で実力を上げることができるのかそこまで解説しております今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう あなたの事故をお待ちしております。レトスの小野でした。